ラー。昨日ねシーズンマッチポチポチやっててやべえデッキを開発したんですよ。なんで今日はねそのデッキを本当はね隠しておきたいんですけど、みんなにさ勝ってほしいから紹介したいと思います。勝てるか勝てないかはお前らの腕次第。はい今日は無補正でね、何を軸にして考えてるかっていうと、俺の嫌いなデッキをメタルデッキを作りたいと思っていろいろデッキを作ってて、俺一番今嫌いなの神タンなんよ。でその神タンを狩るために一番強い駒、それはヴィーナスで、そのヴィーナスをね複数回使えるデッキってのが存在するんですよ。それがリーザボル。リーザボルはね前からあったデッキなんですけど、今ね新しくフリンデルとか5周年ウンチとか、あと5周年バイセンとか追加されたことによって、エルヴィンもそうだけど、リザボルのね強さがね一時期上がってるんですよ。一時俺はマジでリザボルじゃなくて普通のボルトでいいと思ってたんですけど、今の環境神タンもいることを加味するとリザボル強えんじゃねって思って、今回はリザボルを採用します。こいつこれできるマジで強いから、本当に神タンを借りたいだけなら絶対このデッキを使った方がいいって俺は断言してもいいぐらい強かったんで、実際ね使っていこうと思います。神タンに当たるかどうかわからん、今日無補正だから。いくぜ。はい、来ましたマフェリー。マフェリーに対しても多分ねリザボルってデッキは強いんだ。マフェリーもね意外と特殊ダメージをポン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 投げてくるデッキなんで、そういうデッキに対しても確実に機能していってくれるのがこのリザボルってデッキですね。でね、このスプラがねちょっと入れるかどうかのね迷いどころだったんですけど、一応ねこのスプラって駒は普通のさ、なんて言えばいいんだろう、まあマフェリーもそうですし、マフェリーはでも入ってないかもしれない、メフィストとかアポロンに入ってよく入ってるねブランジェッタ、あれと同じような役割を果たしてくれます。だからスプラはね俺は必須だと思ってる、俺の中ではね。でこいつを出すだけでもアドで、ここで今のこの日下ネタ女にぶつけるのもいいんですけど、その後2枚返しされるとスプラの旨味がね少なくなっちゃうんで、もうこれカードいきます。本当はねどうかなって思うんですけど、あえてここはカード生かさせていただきます。じゃないとねスプラの旨味がない。8相手が多分そっちか、ダリーナ。これね何が弱いってね、スプラねこうなると弱いんですよ。あーどうしよっかな、これまあ一発カリス打っちゃおうで、いっぱい増やして、ほらほら、で多分俺カリス取るんですよ相手きっとね。うん、カリス取るだけだと思う。だってスプラは弱いからな、コンボが。そっちか。だったらこれ踏み穴じゃないと仮定して、俺はこういく。全然強いあとラファエル引くだけよ。全然いいよ。相手が削るよりも早く俺が削ればいいだけ、そんだけの話だから。あと俺まだ1枚あるから、もうタケミ打ちます。削れるときに削る。よいしょ。まだ俺にはアンプがあるんでね、これ一回タケミ取るんです、絶対。じゃないと負けるから。あ、なるほど。いやぶっちゃけでもこれはね相手握手、なんでかっていうとくさびが3本ある時点でタケミがね確定で発動するんですよ。それどういうことかっていうと、もう簡単な話、こいつの負けってことだ。はい、さようなら。タケミ強すぎん、これ。ほらはい
はい、さよならドン。相手の範囲はタキミを取らなかったこと、それだけだ。ほら、アポロン、アポロンに対しても特殊カットっていうのは最強なんで、あーどうしよっかな、これうんち投げちゃおうか最初に。こいつはね普通に強い駒なんだよな。で相手最初にね、あのあれなんだっけ、あのアルカードとかさ、あの、ま、ある名前が出てこなくなったからアルカードって言うけど、アルカードとか今の春もさカットできてるって考えたら普通にアドですね。でここでしっかりと回復も入れて、あのラファエルの肥やしを作ると。本当はね初手にねビナー投げられるってよかったんですけど、まあ強いな相手の動き、普通に強いぞ。強いが、あーどうしよっかな、俺エルヴィンから行こう。はい、完璧、くさびの位置完璧すぎ。全然踏まない位置に出てる。こいつら頭いいぞ。いい相手カードかな、当ててくるかな、当ててきてもいいんだよな、全然、うん、全然いいわ。あんならこれでベックロストも出るんで全然いいっしょ。もうくさびだらけになっちゃう。オッケーオッケー、たけび2回打てる。これやばいよな、普通に控えめに行ってやめでっきるよな。でこういってもうおかしいでしょこれ、強さの次元が違う。相手カード埋めてこないな、さすがにカードだよな。埋めてきてもいいけど、埋めてきたらタケミ2発撃てるぞ、コンボも含めたら。あーだよな、やっぱこっちから行くんですよ。で俺はタケミを一発撃つのが一番いいと思うんだが、ラファエルが来ないか、一発タケミ撃っとく。タケミを一発撃っとくってのが強い。てかさ、往復でさ6000でさ1万2000ってのがおかしいんだよな、こいつ火力が。控えめにってやばいだよな、全然いいよ。一人一回置いてからタケミつなげる。リートもここに一回一人置いて、その後タケミつなげて、まあ、もしタケミ取ってきてもあのがっつりとこのエルヴィンのコンボをつなげていけるんで、あれだと思う。相手埋めるでしょ永遠に。だよな、あブラジャー弱い。だったら俺もう今のうちラファエル、あればラファエル打ってもいいけど、あこれはもう一回つなぎましょう。こいつで決めるぜ。もうおかしくね。追い詰められると余計に燃えてくるな。しかもさ、これさ何がやばいって、タケミもう一回打てるんだぜ。これ相手どうすんの。おいどうすんだ、タケミ3発目いっちゃうよ。いきます、はい、タケミ3発目タケミ3段活用、これは止めらんねえぜ。もう無理でしょ相手。はい、アポロンですね。アポロンは別にそんなにねフリマッチでもないや。おっと、やっと来たぞラファエル。今んとこ全ての試合で登場してくれなかったラファエル、やっと来ましたね。あとビナとかそういうパーツを引くだけ。まあイシケルも十分だな。もうイシケがこれで3000回復ってことになってるんで、まあ最初の1000は余剰だとしても。 OK、 でラリー打ちしてスプラ完璧。あーエルヴィン捨てるのは嫌だけど、まあ捨てるか、しゃあない。こいつ復活させれば普通に強いからな。ああこいつ復活させても十分だわ。あここのね、守護者弱い。OK、スペラ打って次ラファエル打っちゃって、くさびをエルヴィンで生成しつつ、でそうしないとな。あでもあれか、スプラとの相性がな若干悪い。
ここに引き出す、ここに引き出します。間違えた、間違えたラファエルまだ早かった。そうだった、エルビンに取られてねえわ。これ何を血迷ったんだ、なんかめちゃくちゃ間違えたぞ今あ、プレイングミスをした。完全にプレイングミスだ今のは。まあまあでも、まあ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 、まあ全然いいんじゃないでしょうかまあ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 、結果オーライこれプレミアするからダメなんだよな、これプレミアよくないマジで、あーよくないくらい。なるほどね、一旦こっち行こうか。何本以上だって、5本以上か、全部噛み合わねえな、ミスったわ。ワナポロンダリー、こうか。違ったなこれ、斜めに取られてもいいようにあれだったわ、先にメーティスとかだったなこれ。でアポロン次竹指で飛ばせた多分で、正解だったと思う。それでいや完全にプレミしたな今の。ミラほらな、でもまあ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 、勝ったけどまあ勝ったけど、プレミしたけど勝ったけど、来た神タンだ、俺の嫌いな神タンを滅する時。いや今のはねちょっとプレミしました、完全に本当にね、まださエルヴィン取られてないのにラファエル投げちゃって、なんか意識しか復活しなかった。ああいうプレミを含めてのアンパンだっていうことをちょっと頭の中に入れといてください。アンパンはプレミするものっていうね。ここ勝てるかなこれ。いや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 、俺神棚が嫌な理由わかるか、これだぞ。ラファエル引いたところでだな。厳しい、あと6000の差ができてるからの体力に、そういうことするよな。でもみんな引けばなワンチャンだけど、今来ても遅えなみんな、違うんだよな。まあ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 、次ビナ打つか、これ相手角でしょう、つなげては来ないと思う。埋めるだよな、そっちだよな。でこれ竹に引けば結構いけるけど、イリニアか、イリニアはなちょっときついんだよな、あんまり自分の体力減らしたくないんよな。ラファエルでもよかったっちゃよかったけど、相手 X でしょう。俺の体力やばくね、素晴らしい。一人ここで一人が来る分には全然いい。あーこれラファエル打ってる暇ない、もしかして。で相手埋めてくるか、埋めてくる、大丈夫、俺にはビナがいる、そう俺にはビナがいるんだ。
ビナル一回守りつつ、でここで火力も出して、よいしょ、頑張れ耐えろ耐えろ耐えろ耐えるだろ、6000あるんだから、ビナなら大体1人取るしかない。でも1人取ると3枚返しがある。何しても絶対6300が飛ばない、ビナがあるから。1人も張ってるし、1人取らないと思います。大丈夫、これ飛ばん。3000の、オッケー。はい、結局ね、結局こういうことですよ。結局タケミが一番強い、わかるか、これだよタケミ入れないと勝てないよ、やっぱり。はい、来ました。こういうデッキに対しては一番強いんじゃないかな。てかさ、今のさ、イズリアじゃなくてさ、普通にラファエル打ってた方が良かった説あるけど、わからんなるほど。まあバイセ投げて、ラファエルで復活させること考えたらバイセ投げといて、よいしょ。弱いな、くさびの位置。まあ今のところスプラとか引いたらスプラだけど、まあ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 、これだったら全然いい。まあ一回ここでメーティス投げます。まだラファエル投げれねえやん。でもまあここでルッキーが投げてくれた分には全然いいな。ロックは結構負け筋の一つなんで。はい、ここでまずバイスが確定する。ここでビナとか引きたいな。一人か、一人もまあいいんじゃない。一人はコンボスキルが結構優秀なんでね。よいしょ。これ囲われると一人のコンボ発動しない。あー、位置悪いな、めちゃくちゃ悪いなそれ。控えめに行って嫌な位置だったそれ。ベクロか、オッケーオッケー。まあ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 、全然いい。本当は一人発動してほしかったけどな、欲を言えば。で相手カード、まだラファエル早いかな。これ踏み穴の可能性もあるけど打っとく。 OK、 勇気ある一手大事よこれこれ大事な一手だ。相手は A2 だよな。 A2 打って、もうこれさ、もう攻めるか、その方がいいな。攻めれる時に特殊ダメージ出しとこう。で罠とか置かれた時のためのカリスを取っといた方がいいと思う。絶対な、罠入ってる。これ多分 D1 だろ、相手。ベクロ取らないと思うんだよな。取ったら結構きついべ、割と。あ、でもベクロ取らないと取らないだいぶきついのかな。まあでもそうだよな。だったら俺は B4 にラファエル配置して、行きましょうか。この時点でほぼ勝ちみたいなもんだけど。はい、強い。はい、デタラメな強さ。もうラファエル来ただけで、もうダブコン組まれてるからな、相手からすると、これ。で、取るしかないんだよ、もうこれ、メーティスを相手。メーティスとラファエル取らないと負けるから。じゃないとダブコンだからな。マジ？いいよ、そんなの。はい、相手はね、なぜかね、ダブコン許容してきたんで、全力でぶつけていきましょう。はい。残念。ラファエルがいることによってね、こうやってね、動線がね、めちゃくちゃ確保できる。ほら、見て。見て見て、この火力。おかしいだろ、これ。ほら、ほら。はい、さよなら。強すぎる。やっとラファエルが稼働した。やっぱね、アポロンがね、多いかな。うん。なんか印象、アポロンが多いな。今のシーズンマッチの環境、
特に無法星、無法星はね、もともとメビストっていうデッキが多かったんですけど、今でアポロンの登場によって圧倒的にアポロンが多くなった。でアポロン罠とかそういうデッキがあるせいで神タンもちょっと抑制されてるんで、まあいいバランスっちゃバランスなのか、ただアポロン自体は強すぎるね。こいつは一定のタイになるともう7000出せる化け物に進化するんで、運営さんね、そろそろねアポロンをねちょっとねラフの対象に得てもいいと思うんだよな。わからん、でもアポロン自体そんな強くねってやつはいるからな。スベラ、オッケー、完璧で、ここで一回バイスを打って、罠もまあ罠じゃないんかい、なんだこの罠、わからん。何の発動しない、1000以上もしかして1000以上の罠か、ミサトとかそっち系。あのね、アポロンってね罠型が多いからね嫌なんだよな、ぶっちゃけた話すると。スペラとかあんま出したくない。あ、なるほどね。あー、そっちに進行してくるやつは地味に嫌だけど、うん、まあ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 、ここスペラ取る、よいしょ、順当だな。回復もして、でラファエルをいつでも打てる状態にしたい。でできればね、相手カードじゃないな、D6 角から入るんだ。うん、だったら3枚返ししちゃっていいんじゃない、エルヴィンで、これでいいんじゃない。あんまり取りすぎるとね良くないんだよな、相手斜めに打ってきそう、斜めに打ってきそうだけど、いいんじゃね別に斜めだよな、普通にいい碁だよな。通る？めんどくさ、これめちゃくちゃめんどくさいぞこれ。もうわかるもん、相手めちゃくちゃめんどくさい動きしてる。うん、でこれ D6 でしょう。あー、なんか嫌な打ち方だな、でもなんか押し切れそうだけど、あとトール打っちゃったからな相手。ブラジェ、であそこの隙間埋めるんでしょ、わかる、あの隙間埋めてくるからこうだな。でミナを一回残しといて、こうだな、これでいいわ、ミナを一回残しといて、いつでもミナを打てるようにだけしといて、相手でも2枚返しで一回、まあ、でもアポロンがいてもだよな、あそこの隙間だけ埋めれないようにしといて、あなたを導きました、なるほどね。一人打っとけば安牌じゃね、思ったんだけど、うん、一人打てば安牌じゃね。で相手多分ミナに繋げてなんかしてくるのはいいんだよ別に、もう一人がいるからな、こう盤面崩されても何とでもなるっていう。相手ビナも打ったし、侵入者いい度胸ね、で俺もビナ打つわ、あなたを導きましょう、これでほぼほぼ勝ちは確定したんじゃない。ビナもうんちも打ってるからな相手で、この2枚さ特殊カットが1人とさビナでさ2枚特殊カットの状態で、相手どうしようもないんですよ。しかも俺にはカリスがいるんで、ほぼほぼ確定で飛ばせると、うん、何したって手遅れないよ。1万をね罠だけでは返せないですしね、しかもこれ強くない、普通にこのデッキ俺やばいと思う、このデッキの強さ。はい、でこれで罠返ってきてもその前に飛ばせるしな、はいはいドン強すぎ。わー、出た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 、現環境最強クラスのデッキですね、リーブサリア。
俺が出る。あーまあいい、ベクロが復活するのはいいな。いやマジでねきついな、このミラータイミングはねすごく嫌だ、ぶっちゃけ。はい、上書き、成り打ちだろうな多分。あマジだったら普通に攻めましょうか。あーカリス打っちゃうのか、タキに打っちゃっていいんじゃね、打てるときに打とうか。リーナくさみなくなるけどくさみなくなるけどいいんじゃない別に。うんちか、これラファエル打てばまあ復活するって考えたら全然意識いいね、全然いい。で回復もう入る、これ強いなやっぱり、ちゃんと噛み合えば。タケミがね雑に打てたのが強いね今ベグロのおかげで。相手囲ってくるでしょ、意識取らんと思うんだよな。だよな、一人か、一人だるいな、その一人めちゃくちゃだるい。フリンデル、フリンデルもいいけど、フリンデルあんまりな今出したところでな、あんまり多いはないけど、でも出すか。相手が角打ってから初めてラファエルを発動できると。あフリンデル、一人か、まあでもベクロでいいな出すの。召喚ベクロスト、オラオラいいよ、相手 A2 だよな、さすがに A2 打ってきてダブコン組めるのか俺が。でもダブコン組まねえな、 OK、 先に入ってくれる分にはありがたい。これで相手のほとんどなくなったからスプラだな、これスプラ打って、相手多分 D1 でしょうだと思うんだよな。まずないそれ、嫌なんだけどめちゃくちゃ。人類存亡の命運は今この瞬間に決定する。こっち打とう、スプラを確実に発動させるために。痛え痛え、でこうだろう、こうだな、十分おら強くね、相手これねイネニア取らないと負けなんですよ。今だいぶ俺黙ったな、今ちょっと今集中すぎたわ。これ強いぞ、これもうこのデッキの一番いい動きができたと言っても過言ではないな。相手みんな、でミラだけど、あーまあまあまあこれだったら、さすがにうんちからだな。カレスだと倒せなかった、まだうんち投げて一回守って、これタケミでも飛ばないからな絶対。うん飛ばせん、うんちいるから。一人だと微妙、一人だと、あでも一人の方がいいのかこれ、後々のこと考えると勝ったわ強いぞこれ。はい、
てなわけでね、今日紹介させてもらったのはこんな感じのデッキでした。まあ普通にね、なんか安定するよな。まあこのね、もしか俺的にはこのイリニアもいることによって削りが早くなるんでイリニアも入れてますけど、もうちょっと安定感を求めるやつだったらこのイリニアをね、例えばさ、アンプにするとか、ザフキエルにするとか、あの2ターン特殊カットのザフキにするとか、あとはあのこのスプラをね、明日から始まるひな祭りスプラ、まあ、性能は明日また紹介させていただきますけども、あのひな祭りスプラとか入れたらもっとねカッチカチのね強いデッキができるんじゃないでしょうか。神タンが嫌なやつはね、こういうデッキの方が多分安定して神タンを倒せると思うんで、俺は推奨します。リザボルが今は多分ねトップ環境ひた走ると思ってます。あの普通のボルトより多分リザボルの方がいいな今はな。神タンが多いから、神タンがいなくなれば全然いいんですけどね。神タン、アポロン、この辺をね、あの嫌いすぎて買ってきたいってやつはぜひともリザボルを作ってみてください。はい、じゃあお前ら最後にチャンネル登録よろしく。じゃあな。